ホーム新保古田駅は、茨城県保古田市新保古田一丁目にある、鹿島臨海鉄道大洗鹿島線の駅である。島式ホーム一面二線を有する高架駅である。水戸駅と東駅を結ぶ、区間列車も一日数本設定されている。社員配置駅。出発窓口、自動券売機設置。旧、保古田町の中心市街地の東に隣接し、空地が多い。 2007年4月1日に廃止された鹿島、鉄道線のホコ田駅は、ホコ田の市街地を挟んだ反対側、東駅より西へ、徒歩、約20分ほどの場所に位置していた。ただ、2012年10月1日より、茨城空港行きのバスで結ばれた。ホコ田駅跡地は、バスターミナル機能のみ、存続市街地、ホコ田駅方面、ローズライナー、成田区広域通学急行バス。 麻生町社駅,駅前に停留所がある。停留所名は、新鉾田駅、または、新鉾田駅前。成田空港行き、東京駅行きの高速バスと、麻生町社駅の急行バスと、路線バスが乗り入れる。当駅を経由しない、水戸市内駅などは、バスターミナルとして存続している。鉾田駅、バスターミナルを発着する。鉾田駅、バスターミナルまで、約 1.5km ある。 当駅は、鉾田市の代表駅であり、同市中心市街地、旧、鹿島鉄道線鉾田駅、大竹海岸の最寄り駅である。注釈出店。ありがとうございます。